冊を差し上げます。全国から集まられた皆さん、今日は若い方、当事者の皆さんも大変多いように思います。一緒に本当にこの政治を変えていきましょう。朝鮮高校の無償化の問題については、当時文科省と随分交渉していました。当時実は文科省は無償化をやりますと、ちょっと待ってください、無償化をやります、そう私たちに言ってきました。高校の授業料の無償化を朝鮮学校を除外する、これに全く理由はありません。理屈はつきません。そして今回の幼児教育無償化に伴う各種学校の除外です。これもなんとか両方変えていきたい、そう思っております。先ほどからもありました、消費税はみんな払っているにもかかわらず、なぜ差別を受けなければならないのか、なぜ小さい時から3歳の時からこの国で明確なる差別を受けなければならないのか、経済的な不利益をなぜ受けなければならないんでしょうか。皆さん、かつて例えばブラジルの学校など、静岡各種学校など視察見学に行ったことがあります。本国ブラジルから教科書を取り寄せ、ポルトガルを教えたい、熱心な教育を行っていました。今回認可外で何とか取るという話も聞いておりますが、各種学校がとりわけ各種学校の中で半分以上を、数多くを朝鮮学校が占める、これも全く理解ができません。ご存知の通り、今回認可外保育園もベビーシッターも無償化の対象になります。都道府県の認可で各種学校は厳しい条件の中でしっかり皆さんたち認可を受けてきたんです。認可外保育園はこのようなことは行われておりません。どうでしょうか。厳しい条件を満たした各種学校が除外をされて、認可外ベビーシッターの人たち、これがなぜ対象になるんでしょうか。一日も早く各種学校への無償化の実現のために頑張ってまいります。皆さん、私は国そのてか今インターネットやあらゆるところでヘイトスピーチ、ヘイトクライム、さまざまなことところで差別や排除が強まっている、公然とインターネット上などで差別的な発言、日常的にも行われている、前よりもよりひどくなっていることに本当に怒りを感じています。人々、私たち日本人が歴史を学ばなければならない、その通りです。でも私は言いたい、日本人も問題だが、日本の政治が、日本のど真ん中がまさに差別や排外主義を作っているのではないでしょうか。安倍政権が、日本の政治が、朝鮮学校や高校や朝鮮の幼稚園は差別をしてもいいと自らやっている、だからこそ政治のど真ん中が民族的な差別を、民族に対するヘイトスピーチを、ヘイトクライムを助長し拡大しているのではないでしょうか。2つ問題があります。まさにこの根源である政治そのものを、政治の姿勢そのものを、文科省の政策そのものを変えていきたい、そう思っています。憲法は法の下の平等を規定し、憲法は教育の機会均等を規定し、子どもの権利に関する条約の委員会、国連の B 規約の規約人権委員会、さまざまなところから日本はこの問題で勧告を受け続けています。昨日はちょっとだけ嬉しい日でした。それは何か、大学の英語の民間検定試験延期になりました。野党が出した延期法案、これが日の目を見ることになりました。当事者が、高校生が、大学生が声を上げて、民間検定試験、地域格差、経済格差を助長するとして、まさに延期になりました。当
事者の声が、当事者の声が、そしてお互い連携することで政治は変えられる、そう確信をしております。できるだけ早く、できるだけ早く各種学校、そして高校の民族学校への無償化を含め、一緒に勝ち取るために全力を挙げると決意を申し上げ、心からの連帯のご挨拶をいたします。実現していきましょう。ありがとうございます。先生、ありがとうございました。続きまして、元文部科学省大臣